バックカントリー穂高の元です。これから、バックカントリー穂高の、登山靴のフィッティングルームをご案内したいと思います。ご覧ください。まず入り口を入ると、このようなメニューボードが置かれていまして、こちらにはですね、まあ、各種、当店で、フィッティングとかご予約いただいたりとかできるサービスが書いています。左側には、玄関ドアがありまして、こちらの中に入ると、店内に入れるんですけども、このドアには素敵なステンドグラスが飾られています。で、店内に入りました。右側にはグレゴリーのバックパック、そして左側はカウンターになっています。で、しばらく進むと右側に、ウエスタン調のドアが置かれていまして、こちらが、フィッティングルームになります。脇にはですね、ぴったりフィット保証の保証書が、こちらに掲示されています。では入ってみたいと思います。フィッティングルームに入りました。棚にはですね、登山靴が、夏冬構わず、びっしりと並べられています。そして真正面には、グレゴリーのバックパック、大型のバックパックが飾られているんですけども、こちらのフィッティングルームでは、登山靴に限らずグレゴリーの大型バッグも、こちらを利用してフィッティングを行っています。そしてこちらにあるベンチなんですけども、こちらがですね、お客様が、フィッティングをしていただく際に、使っていただくベンチになります。そして、その奥にですね、こちらにこうゲージが吊られてるんですけど、これがですね、フィッティングの際に、お客様の足型を見て、サイズを測ったりとかですね、足型の特徴を、見るための、専用のゲージになります。これを使用してお客様の足型を見ます。そしてですね、壁には、登山靴がぎっしりと、置かれていますが、こちらはすべてですね、北アルプスなどの高山帯を、登山をする、テントを持って縦走したりとか、山小屋の前で、縦走したりとかですね、登山を楽しんでいただくための、登山靴がぎっしりと並んでいます。そしてバックカントリー穂高では、ローバーをはじめですね、シリオっていうメーカーの登山靴を扱ってまして、そのシリオとローバーで各種揃えるとだいたい横幅がですね、男女別で、横幅はだいたい5種類ぐらいの、種類を取り揃えてます。だから幅細い方、足幅の細い方から幅広の方まで対応できる、靴が、並んでいます。その中からお客様の足型やサイズにぴったりの、登山靴を選ぶようにしていますが、基本的には、日本全国のですね、登山道はどこでも歩ける登山靴で、北アルプスとか、南アルプス、中央アルプスなど高山帯にも対応できる登山靴をメインに扱っています。このフィッティングルームの、片隅に置いてあるですね、この登山靴は、僕が愛用している登山靴なんですけども、ローバーのタホというモデルで、この靴はですね、もうほぼ10年ぐらい愛用しております。途中ですね、3年間ぐらい、登山ガイドしていまして、その頃はほぼ毎日のようにですね履いてたんですけど、夏場は特に7月8月など2ヶ月ぐらいでこのソールが、すり減って張り替えなきゃいけないような状況になってきたりとかですね、結構過酷に使ってましたので、だいぶこう痛みはあるんですが、しっかりお手入れをしていたんで、まだまだ履ける、現役で履ける登山靴です。こちらは、グレゴリーの大型のバックパックが並んでいます。こちらは、男性用女性用で、大きさ容量は60リッターから大きいもので105リッターというバックパックが並んでいます。グレゴリーの大型バックパックも登山靴と同じようにフィッティングというものが必要で、背中の長さに応じて1インチずつ 2.5 センチずつの調整ができるようになっています。そしてそのサイズ、ハーネスのサイズとはまた別に、こちらに並んでいる、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、ショルダーベルトとウエストの引っ張ったですね、
こちらがメンズとレディースと、各サイズが揃っていて、こちらを組み替えることによってお客様の体型に合わせて組み替えることができることによって、より、カスタマイズされたフィット感を、提供することができます。グレゴリーの、大型バックパック用のこちらはゲージがあるんですけども、このゲージはグレゴリー社から、提供されているもので、このゲージを使ってお客様のまずサイズを、測ります。登山靴のフィッティングは、いつでも、お客様がご来店いただければ、フィッティングは、依頼していただくことができますが、今はですねご予約も受けたまっています。まあ、たまたまご来店いただいた時に、先客の方がいらして、フィッティング中は、掛け持ちではできませんので、結構長時間お待ちいただくようなことになる可能性がありますので、ぜひご来店時には前もって、お電話やインターネットでも ご予約いただけるんですけども、お電話やメールなどで、あらかじめ、ご来店時日時と、時間を、ご相談いただければ、ご案内いたしますので、お気軽にご連絡をください。このフィッティングルーム内にはですね、登山靴とかルックを飾っている棚があるんですけども、その棚の上の方を見ていただくとこのようなこう看板があったりします。こうマウンテンショップと来られた看板です。その隣の棚はですね BC、ピッケルとリックと登山靴ですねが来られています。そしてこちらは、バックカントリー穂高のロゴマークがかなり、いい感じで彫られています。また隣がですねイクイクメント、まあ道具屋さんですよという看板ですね。そしてこちらには、登山とかクライミングのもう象徴みたいな感じなんですけど、カラビナやハーキンやザイルが彫られています。でこちらは、BC クラブ、当店の、メンバーズクラブですね、メンバーズ会員様のBC クラブの看板になっています。そして、こちらテーブルにもですねちょっと彫り物がされていまして、このテーブルには、ピッケルが彫られています。結構これは掴もうとしてしまうような方もいらっしゃるんですが、これは、あくまで彫り物です。今ご覧いただいたのが、バッカネフォダカのフィッティングルームになります。こちらはですね登山靴をはじめ、大型のバックパックもそうなんですけども、ご予約などでご来店いただきましたお客様が、真剣にですねフィッティングを、受けていただける。で僕からのアドバイスもそうなんですけども、ご相談時も真剣なご相談をいただいているための、フィッティングルームになりますので、ご相談以外のお客様はこちらには入ることができません。それはですねもうどうしても真剣なフィッティングをしているときに、たくさんの方がお入りいただくとやはり気が散るのと、お話の内容によってはですね結構、なんていうかなプライベートなこともお聞きしたりとか、そういう会話がここで繰り広げられるため、一応ですねフィッティング、関係者以外ですね、フィッティングお客様と、スタッフ以外は、この中には入れなくなっています。バックカントリー穂高では、登山靴のフィッティングやレゴリーの大型パックのフィッティング、テントのご相談から、設営の教室まで、こちらのフィッティングルームを、ご利用いただく場合は、できればご予約でお願いをしたいと思うんですが、一応ご来店いただいても空いていれば、対応いたしますので、お気軽にご相談をいただければと思うんですが、こちらのフィッティングルームは、使用中は他のお客様は入れませんので、その辺はご了承いただきたいと思います。